皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は栗原陵矢選手使っていきたいなと思います。まあ、栗原選手に関してはね、結構話したいことがあるんですけど、まあ、まずは今季の怪我、左膝の靭帯断裂ということで全治6から7ヶ月、今季復帰は絶望的。小久保二軍監督も今年はほっといてもキャリアハイを出せるぐらい良かったと言っていた栗原選手、ここに来てね、早々離脱っていうのはもう本当にショックです。まあ、来年からまた元気にね、復活してほしいと願うばかりなんですけど、まあ、プロスピの能力で見ていくとやっぱり弾道です。去年ホームラン21本打ったんで、まあ、さすがに高弾道もしくはラインドライブに変わるだろうと思っていたら、まさかの中弾道のまま。まあ、結構他の選手ね、弾道変わったりしてるんで、まあ、なんで栗原選手変えてくれないのかと。まあ、変わんなかったらね、今年活躍してシリーズ2以降また変わることを祈るしかないと思っていた矢先に怪我をしたんで、まあ、ちょっとね、弾道変わるのはいつになるのやらと。まあ、多分今年のシリーズ2 S ランク出ないと思いますし、まあ、弾道変わるのがね、また先になりそうなんで、ここに関しては結構ショックですね。そして唯一変わった点がありまして、それが特殊能力です。チャンスがチャンスメーカーに変わっています。これはね、びっくりした方多いと思います。自分もびっくりしましたね。やっぱり栗原選手といえば得点圏に強い、勝負強いというイメージがあるので、まあ、チャンスはそのままかなと思ってたんですけど、まあ、チャンスの真逆というか、チャンスメーカーに変わったということで、まあ、これは本当にびっくりしましたね。ただここはね、コナミさんよく見ているというか、去年の得点圏打率が2割7分7厘、逆にランナーなしの時の打率が3割2分5厘と、ランナーなしの方が打率高かったんですよ。なのでまあ、これはコナミさんがよく見ているというか、まあ、チャンスメーカーがついてもね、結構妥当な成績だったんで、まあ、これはね、チャンスメーカーを受け入れるしかないのかなと思います。ということで今回ホークスの2軍メンバーでやっていきたいと思います。まあ、前日ねホークスのガチ純正でやったんですけど、その9人のね、レギュラー9人というかスタメン9人を除いた、残りの選手でオーダー組んできたんで、今回はこちらでやっていきたいなと思います。個人的に、まあ、チャンスとチャンスメーカーどっちが良かったのって言われたら、まあ、結構難しくて、まあ、ガチオーダーだったらね、栗原選手ベンチに置いとくんで、まあ、どちらかというとチャンスの方が使いやすいんですよ。まあ、チャンスの場面で代打みたいな。ただね、現役純正でオーダーを組むってなった場合、栗原選手のチャンスメーカーって大きくて、結構現役のホークス純正の1番って迷うところなんですよ。まあ、そこにね、迷わず栗原選手を置けるっていうのは、まあ、結構ありがたいところで、まあ、チャンスメーカーになって良かった部分もあるし、まあ、チャンスの方が良かったっていう部分もあるんでね、まあ、結構難しいんですよ。まあ、一番は対左のところがチャンスメーカーになるのが一番だったんですけど、まあ、対左はね、使いづらいんだよね。さあ、チャンスメーカー、お、チャンスメーカーが出るとぴったりミートパワーが80なんだ。ただやっぱりな、栗原選手ってクラッチバッターっていうか、こうチャンスでランナーを返すっていうイメージが強すぎるんでね、チャンスメーカー違和感しかない。さあ、追い込まれて、次何かな、大きい方かな、小さい方かな。小さい方、とりあえずヒット。そうだ、なんか最近ね、ゼンちゃん下手になったみたいなコメントあるんで、ちょっとここでね、ホークスの2軍オーダーでしっかり打って、ちょっとね、まだまだいけるぞというところを見せたいと思います。おい、プルヒに内角は最強よ。ちなみに今回は2軍オーダーで中村選手使ってるんですけど、まあ、最新シリーズが当たったら多分1軍オーダーですね、松中さんと入れ替えると思います。やっぱり守備 B、 ラインドライブ広角、これが揃っちゃった、あ、やべえ、やっちゃった。これが揃っちゃったら、さすがに中村選手の方が使いやすいね。まあ、もうちょっとプルヒッターが強くなったら松中さんもね、ありなんですけど。もうちょっと強くなってほしいな。プルヒッターはそうですね、流して飛ばないっていうのはそのままで、外角引っ張ったらどこでも飛ぶみたいな、そんな感じにすればね、丸く収まると思います。あーつおー。さあ、久しぶりのウッチ。めちゃめちゃ久しぶりだね。正直全く使わないから。これは A ランクだから超えた。今多分 S ランクだったら超えてない気がする。そして絶好調今見、今パリーグ3割バッター2人しかいませんからね。今見と松本剛選手、あ、松本剛選手に関しては永遠に3割後半打ってるんで、ちょっとね、もう神の次元に入っちゃってると思うんですけど、今見も3割4分ぐらい打ってますし、まあ、ちょっとねコロナの濃厚接触者でここ最近はね、ちょっと離脱したところもあるんですけど、まあ、もう戻ってきますし、まあ、今見は3割維持して終わってほしいな。さあ、ピッチャーは変わりましたね、ギャレットで、この男も絶好調、マッキー。5月確か4割超えてなかったかな。交流戦もね、最初の1週間終わったところでは、首位打者ですし、いや、すごいですね。どこを守らせてもやっぱうまいし、
もう打つ方では文句ないし、いやこのままね結構ジョーカー言われてるんですけど、もうスタメン固定でもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、絶好調だから抜けるんだよ。ちょっと渡辺陸というね、ものすごいあの育成キャッチャーが現れて、初スタメンいきなり2連続ホームランとかね、ものすごいことやってたんで、まあ、甲斐選手もちょっと負けじと頑張ってほしいですね、やっぱり。まあ、確かに打率は1割台だけどね、出塁率は3割超えてるんで、まあ、全然ね、いい働きはしてると思うんですよね。さあ、2試合目、降格チャンスメーカー。やっぱどっちも出たらそこそこ能力上がるね。いやこれいったんじゃない、いや行かないか、うわあとちょっとじゃん、あとちょっとだったじゃん。あれが高弾道とかね、ラインドライブだったらワンチャン入ってるかもしれないんですよね。いやマジで弾道変えてほしい。本当に栗原選手の怪我ってショックですし、まあ、あと上林選手もね怪我しちゃったんで、アキレス腱断裂かな、2人とも今季絶望。ただやっぱり、代わりとなる選手が出てくるもんで、柳町選手がねもうちょっとで規定打席乗るはずで、しかも3割超えてるんで、多分リーグ打率3位ぐらいにパッて上がってくるんですよ。なのでまあ柳町選手とかね、本当に新しい選手どんどん出てきてほしいなと。まあ、結構ホークスね、戦力層が厚いと言われるんですけど、まあ、今年の暑さは段違いというか、今年はなんか特になんか代わりの選手よう出てくるなーってイメージはあります。さあ、そうこう喋ってる間にいつの間にか満塁、連続フォアボール。これはね絶対もうさすがにフォアボール出したくないと相手の人も思うと思うんで、まあ甘い球投げてくるんじゃないかな。引っ張っちゃったよ、引っ張っちゃって、抜けないか、もうちょっと左中間寄りだったら抜けてたかな。おー、これは熱男と思ったけど、あと入らんか。いやーなんか打った瞬間入ったと思ったけど、ちょっと距離足りなかったね。おお、いい流し打ち、いいぞ、今日は打ててるぞ、しっかり打ててるぞ。さあこれでみんなも見直してくれるはず。よいしょ、おお、えぐ。あれかな、現実で好調な選手ってプロスピで飛びやすくなったりしてんのかな。おお、これも、いやさすがに入りはしないか。あーボール球。さあいい場面で回ってきました。さあホームラン打てればさよなら。ちょっと一発狙ってみますか。あーちょっとくっそー、ヒットにすらできなかった。一応コールド圏内なんですけども、あと1点取られたらコールドじゃなくなります。あ、ゲッツーじゃね。あ、無理かー、コールドできなかった。さあギリギリコールド回避されたんで、まあ、あと4点取ってね強制目指します。うお、えぐいと思ったけど入んないか、ちょっと早かったな。やっと打ち直したと思ったけど入らないか、ギリギリが多いね。さあアッキーラ、やっぱチャンスが出ると強いんだよな本当に。いやでもこれ正面臭い。あー正面だった。さすがにここから打ちまくったら、10点取るまでに栗原選手には回らないかな。なんでまあよいしょ、あーボール。さあマッチナイスバッティング。ただちょっとスタンドにぶち込めないんだよな、ずっと長打打ってるような気がするけど。さあ阿部秀って長径されてるんで、ここはちょっとミート打ちで相手の外野の前に落とします。いやーこれ落ちるでしょ。さあ落ちるどころかツーベースかな。さあさあ、あと2点。さああと2点取りたいな。さあ、おー強い固め打ちチャンス。あんまり2つ同時に出ることないですからね、意外と貴重。あーボールやばい、狙いすぎたけど落ちるんだよな。さあさあ、あと1点、あと1点。いやここまで来たらちょっと取って終わりたい。うわ、なんで嫉妬打てないかな。なんでいつも通り打てないかな。せっかく綺麗にホームランで終わらせれたのに。おお、でもおお、いいぞいいぞ、マッキー絶好調。やっぱあれですね、あの好調な選手はこうリアタイでもめっちゃ打ちますね。でちょっと代打出そうかな、誰出そうかな、ちょシュートを出そう、シュート。さあ復帰後めちゃめちゃ打ってますから、体重がね10キロぐらい増えたのかな。その肩の手術してリハビリ期間中にね、もう一回体鍛え直して、確かに一回りぐらいごつくなってるんですよ。でホームランも打ちましたからね。いや周東選手も結構ね DH なくなるとスタメンでちょっと出れなくなるのかな、わかんないけど、いや周東選手もやっぱスタメンで見たいな。
さあ抜けるけど、あと一人で栗原選手に回ったわ。